はい、どうもどうもどうも、しおれです。今回ですね、トリートメントビフォーアフターっていう新しいコーナーをちょっと作っていきたいかなと思うんですけど、この髪がこんなに綺麗になるのみたいな、まあ、いわゆる YouTube とかあるじゃないですか。この髪くせ毛がこんだけ綺麗みたいな、あれやってみたいなと思いまして、なんかちょっとね、こんなに綺麗になるのみたいなって結構見たいじゃないですか。このトリートメントすごいなみたいな感じで、髪のダメージをここまで直してみるみたいな感じの動画を撮っていきたいと思います。で、今回初めての第1弾になるんですが、今回使用しますのはダダン、ケラスターデのカクテルトリートメントでございます。このカクテルトリートメント、見た目がすごい映えるということで人気のトリートメントになりまして、この小さい小瓶のものとブースターっていうのを混ぜて作る、髪質に合わせて乾燥とかダメージと、これダメージ用と乾燥用なんですけど、いろんな種類がありまして、こう悩みに合わせてトリートメントをその場で作って、それをつけていくっていうトリートメントになります。で、こちらで、今回はストレートをかけてブリーチもされてて、なおかつ毛先が切れている、方のビフォーの状態からこれを使ってどこまで治るかっていうのを今回、トリートメントビフォーアフターをやっていきたいと思います。治るのかってね、いけるのかって、いけるよみたいな感じで、はい、頑張ってくれると思いますので、はい、いきたいと思いまーすと。はい、ではビフォーの状態見ていきます。ストレートパーマとブリーチをして、いる状態ですね。かなりの長さで日々アイロンをされていますので、この毛先がちょっと切れている状態です。ここをどこまで伸ばせるか、トリートメントしていきたいと思います。まず最初に、普通にカラーをしていきます。カラーは普通にトリートメントカラーでまず色を入れていってます。カラーミューズでグリーンですね、細めでグラデーションを作っていきます。で、今回この髪の状態を挑戦してくれるトリートメントはこちらですね、ケラスターデのカクテルトリートメント、フジオドーズでございます。髪の悩みに合わせて、こちらのブースターの、ノズルのものを、こちらの瓶状のものですねにミックスして、その人の髪にカスタマイズして作っていきます。こちら種類がいろいろありまして、こちらのちっちゃな小瓶の方は4種類、こちらのブースターの方は5種類を組み合わせて髪の状態に合わせてトリートメントを作ります。まあ、ちょっとこうインスタ映えというか見た目が可愛いやつですよね。で、このように混ぜた後に2つの成分をミックスして、今回は乾燥とダメージ両方にアプローチしてトリートメントしていきたいと思います。さて、このダメージに勝てるのかちょっと乞うご期待でございますね。はい、シャンプーはこちらの、バンオレオリラックスを使っています。乾燥で広がりを抑える潤い系のタイプになっております。シャンプーした時もうすでにつるっとなっております。これシャンプーちょっと泡を置くと時間置くだけでトリートメント効果があります。で、ここからこのようにスプレーで全体につけていきます。こうリキッドタイプのトリートメントなんですが、どこまで効くのと思いますけど、かなり、つけてるだけでサラサラになります。このように全体、特に毛先中心ですねに、しっかりと、塗布していきます。この後さらに、マスクタイプのトリートメントを重ね付けして、そこからコーミングして、全体になじませてやっていきます。はい、結構正直ダメージもありますし切れ毛もある状態なんですが、治るのっていうふうにこの液体のタイプで思われる方もいるかもしれないんですが、実はものすごい強力で効きます。このようにしっかりと全体つけていきたいと思います。はい、そしてクリームタイプのトリートメントをこのようにしっかりと揉み込んで重ね付けしていきます。はい、こちらのトリートメントをつけるもので重さやツヤ感だったりとか、さらに質感を調節していきますね。先ほどのミストのタイプのトリートメントのカクテルで中身の栄養を入れて、こちらのトリートメントでさらにコーティングをしていく感じです。しっかりと揉み込んで、はい、入れていきます。ダメージもダメージですからね、塗布一つでも変わっていきます。で、しっかりコーミングをして、なめした状態が次こちらですね。はい、こんな感じに、はい、つるっと、はい、しっかりと指で、キューティクル整えてトリートメントしていきました。じゃあこれで乾かしていきたいと思います。はい、こちらが、乾かしている状態ですね。もうこの時点でちょっとつるっとなっていまして、ここから、ブローとアイロンでちょっと仕上げていきたいと思います。トリートメント定着とさらにブローでさらっとしていきます。そして驚愕の仕上がりがこちらでございます。はい、驚くほどのツヤ感と毛先のダメージの部分が、はい、あれだけ切れた場所がこのようにつるっと、はい、なっております。
はい、僕自身もびっくりしましたが、かなりのツヤ感が出ておりますね。照明の下でもこれだけツヤ感が出てるのと、手触りがものすごいです。サラサラで全然引っかかりもなく、はい、ここまで治るんだっていうのが正直な印象です。でカラーはこのようにグラデーションで緑をしっかりと濃く入れて、ブルーグリーンで染めてあります。そして自然光で見た状態はこのようになっております。はい、照明など当てずに本当自然光だけですね。はい、もう髪がパラパラパラとサラサラになっておりまして、毛先の枝毛切れの部分も、しっかりと引っ込んでおります。はい、結構液体ですけどハイダメージに気にされている方にもおすすめで、ツヤ感出す方にもおすすめですね。ツヤ髪に仕上がってだいぶ綺麗になりました。はい、いかがでしたでしょうか。びっくりしましたね。あんなに治るのっていうぐらい治りました。はい、正直僕もこのどうしてもやっぱこう液体よりもクリームタイプのトリートメントを重ね付けする方がぶっちゃけ効きそうなイメージあるじゃないですか。ね、なんかしっかり入れていくのみたいな感じだと思うんですけど、この不調動物カクテルトリートメントは本当にいい意味で期待を裏切ってくれたなと思います。すごい綺麗でしたよね。あんなに綺麗になるんだっていうか、枝毛切れ毛ってあんな治るんだなっていうのが、はい、驚愕でした。ケラスターで取り扱っているサロンさんとか美容師だと多分どこでも置いてあるトリートメントと思いますので、もしやりたい方とかはもちろんザオダにもありますし、髪質切れ毛で悩んでるとかダメージで悩んでるとか方とかは全然気軽に、ケラスターでサロンか、ザオダまで、はい、お願いします。で一応こういう感じに、4種類ですね。乾燥、カラーキープ、張り越し出します、ダメージ用のこの4種類の瓶のものとブースターですね。乾燥、まとまり、カラーケア、ハイトーンカラーケア、ダメージケア、ハイトーンカラーケアもありますね。なのでブリーチしてる方にもおすすめになります。はい、こちらと最後重ね付けるトリートメントの種類を調合して、いろんな髪質の悩みに対応していくっていうのがこちらのトリートメントですね。はい、こんな感じにいろんなこのダメージ状態をもうツヤ髪職人みたいな感じで髪質改善だみたいな感じで直していきたいと思いますので、はい、またよかったら高評価ボタンとチャンネル登録ですね。人気だったらコーナー化しますので、人気じゃなかったら自然に、はい、自然消滅していきますので、はい、よかったらまたご覧ください。はい、どうも今回の動画は以上になります。どうもご視聴ありがとうございました。